どうも今日もね水曜日、1週間頑張りました、終わりということで今日も、お酒を飲みます。これは、先週と一緒ですね。ラフロイグの、ハイボール、ちょっと贅沢なハイボール、これをまず一杯目はこれでいきましょうか。これでいこうかな。あ、違うわ。今日はねちょっと珍しく、ハートランドね、こうハートランドのこのビールですね、キリンのハートランドのビールを飲もうと思って、先週から買っていたんですね。このハートランド、これがね結構僕好きでね、ビールの、あきさんこぼしちゃった。あ、うまい、うまいですね。一発目、今週の一発目はハートランドでいきました。うまい、うまいな。でハートランドと、次はハイボールね、この、ラフラグのねハイボール、これを楽しみたいと思います。あ、なかなかで、やっぱビールの後にハイボール飲むと炭酸の強さが全然違いますね。あのビールの方が強いんで、ハイボールの炭酸があんま感じないというところで、今日はねこれを買いました。これで、まあ安い日本酒なんですけど、濁り酒ですね。国盛り、清酒国盛りの、日本酒ですね。濁り酒、これを、中村酒造株式会社さんの、やつですね。冷酒かな、濁り酒なんで冷酒でいきます。ちょっとよく振ってお飲みくださいと書いてあるんで、これを開けます、これを開けます、これを開けます。ちょっと今日はちゃんぽんですね。でこのねグラスを買ったんですね。この日本酒用のね、この冷や用のねグラスを買って、これを開けます。まあ、今日はそんな飲まないですけどね、日本酒は。これを入れて、うわー、濁り酒っぽいですね。うわ、すごいですね。これはなかなか、ちょっとこれです、日本酒ということで、日本酒いただきます。あ、甘い、美味しい、そんなに高くないんですけどね、全然十分うまいですね。最近ちょっとこう日本酒を飲むようになってね、ちょっと、お酒のこう楽しみが増えているというか、そんな感じがこうありますね。ということで、今日のつまみがあんま変わらないですかね。ちゃんじゃと、こ見えるかな、ちゃんじゃと、これしそにんにくですね。前味噌にんにくやったかな、しそにんにく、これをちょっとおつまみに食べようかなと。ちゃんじゃがねちょうどいい感じなんですね、この辛さ、ね、んで今回も豆もやしなんですけど、ちょっとキムチ味、キムチの豆もやしをちょっと買ってみました。これをね、うまい。そして、そしてこれですね、らっきょです。らっきょうをつまみで食べようかなと。らっきょうちょっと一個食べましょうか。こんだけつまみあればもう十分ですね。うまい。らっきょうがね結構あの進みますね、お酒が進みます。ちょっと日本酒うまい、濁り酒、これね、ハートランドも飲んでしまいましょう。まあ今週ですね、今週ね、そうですね、まあまずあのー、
ダイエットの数値ですね、むちゃくちゃ悪くなってますね。正直今年入ってですね、今日がだから 77.6 まで体重増えちゃったんで、去年がね74キロ切ってたんで4キロ弱ですね、4キロ近くちょ体重がこの、2月17ですか、1ヶ月半で増やしちゃったということで、来週というか金曜日からちょっとしっかりと、ダイエットの状態というかそういう痩せる状態にこう持っていこうと思います。さすがにねこんだけ増えるとちょっとこうダメですね。で原因分かってるんでね、食べ過ぎですね、単純に食べ過ぎ。1ヶ月半で4キロ増えたんで1ヶ月半で4キロ落としたいんですけども、だからでもまあ4月いっぱいぐらいまでで4キロ落として74キロを切るぐらいまでに、戻したいなというふうに考えます。なかなかちょっと、これもコツコツやっていかなあかんので一気に痩せるわけじゃないんで、ちょっとこれからねちょっと痩せていこうかなと。と言いつつこんだけ酒飲んでますけどね、ただね水曜日と木曜日のチートデーだけこう酒を飲んでもですね、体重はずっと落ちていくもんなんですね。でなんかね74キロ前後でねなんか僕止まって去年止まってたんでね、そっからのねこう減らし方をな考えなあかんのと、そこまでほんで74キロぐらいまで落ちた時にその意識するところがですね、僕は体脂肪かなと思ってます。で体脂肪をこう落としていって、ほんで、体重がねまあまああったとしても体脂肪が減っていったら体がこう締まった状態になっていって、いい状態になっていくと思うんで、その辺をこう、目指していこうかなと思ってます。ただこの最近はねちょっとほんまに食べ過ぎで、昼ご飯とかでご飯2杯食べたりしてますからね、ちょっとなかなか、いい感じです、いい感じにこれ、腹もなんか膨れてきてますよね、膨れてきてるんで、時間、もう8分ぐらい経ってますね。僕正直ねちょっとこうやりたいこと結構行さんあるんで、時間が欲しい、時間管理が下手くそなんですかね、こうやりたいこと全部がこうできない、あと自分のねこう集中力がやっぱり結構こういろんなことやっていくとだんだん下がってくるんで、後半がねこう集中力が下がる、状態になるんで、その辺僕の課題、もうちょっとこう集中力が持つようにねこうしていきたいなと思ってます。それはやっぱりその脳のね状態をこう変えていく必要があるかなと思うんで、その辺をねこう頑張ってこれからやっていこうかなというふうに思います。ということでもう今日はこんなもんですかね。ハートランド飲み干しましたということで、この後は僕はもう、ドラマとか映画の世界に入っていきます。ということで以上となります。ありがとうございます。